表示します。ほほう、これがファントムガンダムですか。行くぞ。本当にイカれるファントムの力を見せつけてやるのだ。まあアップデ前の録画なので今より控えめなんですけどね。彼代わりに対面するピーストは絶賛全盛期の姿ですので大丈夫です。つまりこれは相当お辛い戦いなのでは。こまめにステップを得よう。これが全力の格闘 CS。 答えろムー。今までこの格闘 CS で何人の新オステラの元に送り届けた。悪の止まらない射撃武装増えませんかね。戦況はご覧の通りとても不利でございます。近距離よりの地対抗性に対しお堅い射撃部隊が相手ともなればこうもなろう。やっちまってくだ。ああ、オタックンか。大丈夫かね、オタックン。ああ、ルンガックンじゃー。いかん。この場を離れないと。赤い水星式投げだー。ケロビ部隊が建物の影に隠れればこうもなろう。なのにそれを知ろうともしないから。いやじゃ、ファントムより先に落ちつないと。でも万一に備えて覚醒は吐いた方が良さそうなのであります。ほーらマシンガンだよー、天然物だよー。この覚醒で勝負最高ではないか。まるで勝負にならんではないか。まあファントム君が疑似体っぽい感じになったので多分大丈夫だと思います。大丈夫かえー。ファントムライト来た。これで勝つ。これ一緒に行った方が良さそうですね。後ろがガラ空きだぜ。ああ、オタックンか。ビーストと互いに向き合えばなんて。これだから戦争は何も生まないんですよ。正面の敵よりも後ろの味方が気になるマンです。よろしくお願いいたします。今に行くぞ。ポイントくん、残り体力ミリだけど頑張るよ。とか言いながら追うのはビーストなんですね。うお、首の皮一枚だからセーフ、セーフなんです。ここまで来るとピーストを追うの諦めて自身狙った方がいいのではってなる。やっちまえフォントくん、怒りをぶつけるのです。ピーストもついでに落とすとは恐れ多い。逃げる相手にはまフォントくん、そこは射線上です。避けてください。あれがファントムライト。全ての射撃を打ち消す光の炎。修正前でもここまでやれるんだ。情報ともなればそれは強かろう。リプレイで表示します。これ赤い。キス3が隣に来た時の安心感いいですよね。しかし手任せすぎれば負担が増えてすっと溶けてしまうので、そうならないよう努めるのが二千国の役目なのであります。そういえばマラサイがどんな動作するのかよく分かっていないですね。ムチがムチムチしております。ご了承ください。横から飛んでくるガナーの射撃怖い。妙に食わしてぶりたくなる時ってありますよね。そこのお嬢さん、私の戦車はいかがかな。なんだよ、やっぱりギス3強えじゃねえか。いえね、この基盤は体力を少し削れば相手のロックが来てるかと思ってですね。行くぞマラサイ、足腰立たなくさせたりさせなかった。オフ、俺の力で仕留めてみせる。落ちよう。アウフ、あ、この奥、みんな揃って覚醒しよって。覚醒の代わりに9倍になっておきますね。許してね。覚醒溜まったので吐こうと思うわけです。ジェリドー、この時期でジェリドーは、成し遂げたぜ。しかし手心の嫁の体力は未だ元気である。身持ちが硬いのね。味方が落ちそうなので後ろでフラフラしている私を許してほしい。あ、キスプリーか。今は火種を増やす時ではない。そうですね。復帰して早々にダメージを稼ぐとは誉れたかい。やべえぞ旦那だ。ガナーを落とす前にマラサイにちょっかいをかけるという手段。叩き落とされました。悲しい。
暴力味方の体力300切ったあたりで落ちることができればと考えておりますが、どうなのでしょう。キャッハー、逃がせねえぜルナマリア、やべえぜゼリガだ、逃げろ。落ちどころと言いながらなかなか落ちないってことありますよね。すでに味方は覚醒溜まってるからいいんだ。やっとこそガナーが落ちました。ありがたいですよね。シューティングボールミスはつくぜー。ルーナスローも揃って確定ばかり。だから戦闘がなくならないんですよ。わかりますか。そんな大人修正してやる。この赤い修正して、そうそう好きにさせるか。は、私は一体何を。試合そろそろ終わりそうじゃねえか。やべえぞ、乗り遅れてる。でぇー、次は貴様だよ。ちょっと待ってください、話し合いましょう。ガナーではなくマラサイを狙うべきかな。申し訳ないが、ビッグスリーの邪魔だけはさせられんのだ。フライングカニミソビームなんてやってたらマラサイを落としてくれておりました。やはり二仙骨は出過ぎず謙虚に動くべきなんですねー。貴族主義の力で襲い来る格闘技を。工場的に火力の高いキマールと瞬間火力がお化けなシャイニング、恐ろしい。あまりひっすぎると逃げ場がなくなるので適正。なぜそんなところにラビーネから救援の光が届く。これはありがたい。ぬっふー、これまずいのでは。うわー、やめろー、安く済んだな。反撃じゃい。ここから離れないと。キャビーネ、今行くぞ。必要なかったな。シャイニングもまだ結構元気なので、キマールを狙うのもいい感じですね。待ってっしょー。なんでそんなに曲がるの。あのザビーネ硬いな。吐けるときにちゃんと吐きましょうね。うわあ、今日はこの辺で許してやるぜ。いかん、アインシステムのアイン脳がやっ切れてしまう。あれ、あのシャイニングもしかしてす、おのれー。気持ち早めに前角振るべきとは分かっているものの、反応が追いつかないんですねー。ドモンが突っ込んできたので逃げることにしたわけです。うらえ、カムミソビーム。とりあえずメイン巻いておきますね。あー、ラビーネが、貴族主義が。これ以上死傷を食らうわけには当たるんですねー。ずへー、勝利さえすれば勝てるわず。戦車がダメならバグで、む、あれはシャイニング、進路変更、狙うは貴様じゃーい。ゼリが無事に当たり勝ちました。蹂躙されたらどうしようかと思いましたが、どうにかなってよかったのです。困っている人が目の前にいれば助けてしまうのは人の性であり、何もおかしいことではない。私がこうして眠るララーをブリーフィングルームから自室に運んでいるのは、風邪をひいては大変だという親心であり、ましてや彼女の部屋の戸を勝手に開けるのは失礼だと感じたからであり、何もやましい気持ちは一切ないのである。普段大人びた笑顔を作る彼女の寝顔は年相応の少女そのものであり、私にも娘ができればこうした気持ちが芽生えるものかと、過去に置いてきた家族の姿をふと思い出す。ところでなぜガルマはララーを抱きかかえる私の姿を見て反対方向に走っていったのだろうか。次回、赤い推定の毒暗唱。待てガルマ、見損なったぞ。シャアではない、誤解だ。それではまた次回の動画。